31歳男、男性5年間付き合った彼女と先ほど別れました。彼女はかなりのメンヘラで仕事場まで来て監視をしたりずっと一緒じゃなきゃいけませんでした。それが嫌で別れようと告げたのですが、自殺ミスを起こされ一命を取り留め親御さんに彼女をお任せしました。しかし私の心も弱くふとしたきっかけで連絡してしまいよりを戻しましたが、同じようなことをまたされました。別れることはできたのですが、寂しくなった時に連絡しそうで怖いです。このような考えを続けるべきでしょうか。新しい彼女を作ってください。以上です。要は寂しくなった時に連絡する相手があなたにいないのが問題なんです。で、連絡する相手がいないから、ちょっと地雷な人に連絡してしまうっていうのが問題なので、地雷じゃない連絡先の友達とか、新しい彼女とか作れば何の問題もないので、さっさと新しい彼女を作った方がいいと思います。